福里ダムは沖縄県グスクベ町の地下に建設された地下ダムである。福里ダムの南西には同時期に建設された地下ダムの砂川ダム、北東には実験用地下ダムの南福ダムが隣接する。水を含みやすい性質を持つ琉球石灰岩の地層を幅1790メートル、高さ27メートルの地中壁で区切ることによって地下水が海へ流出したり海水が地下水に、 侵入したりするのを防ぎ、地下水として水を蓄えておくことができる。蓄えられた水は、計85本の井戸からポンプで汲み上げられ、砂川ダムと合わせて8400ヘクタールの農地の、灌漑用水として利用される。ダム本体は地中にありダム庫もなく、地上には砂糖きび畑が広がるのみである。宮古島は広く、琉球石灰岩の地層に覆われており、 その下部には水を通しにくい、島尻草原岸が基盤地層となっている。また、北西南東方向に多数の断層が走っており、断層によって地層が大きく傾き断層に沿って三角中上の地下国が平行する構造となっている。宮古島南東部においてはこの地下国が海に向かって緩やかに傾いており、地下水が海へ流出する形になっている。 このため、地下ヤのできるだけ海に近い場所が地下ダムの敵地とされた。福里ダムは、福里断層と海復断層に挟まれた地下国を横断する一つの主ダムと地下ヤの両側にある地下尾根からの漏水を防ぐ三つの福ダムとして計画されたが、後に福ダムのうちの一つは不要であることがわかり、最終的には一つの主ダムと二つの福ダムが建設された。ダム本体は、 地下20メートルより下の地中に埋められた形となっており厚さ0.5メートルのコンクリート製である琉球石灰岩の下部にある島尻草泥岩の地層にも1メートルの深さまで挿入されており強度と防水性を確保している水位水質観測用として掘り下げられた箇所があり地下ダムの構造を地上から観察することができる福里ダムの止水壁オーガードリルを装着した 食い打ち機を用い、直径 60cm の穴を 90cm 置きに並ぶように掘削し、穴と穴との間をオーガードリルで崩して連続した板状の空撃を形成し、そこにコンクリートを流し込んで固化させることで地下壁を形成する地下連続化壁工法が用いられた。また、コンクリートを地中に注入して地盤を固化させる工法も補助的に用いられている。宮古島は、 地形が平坦な上に、雨水の約40%は、琉球石灰岩地層に浸透して海へ流出するため地表に水源が乏しく、農業用水を降雨に依存していたため、農業生産は不安定であった。特に1971年3月から9月にかけて大規模な干ばつがあり、同年の砂糖キビ収穫量は平年の4分の1以下に落ち込んだ。 このため1972年の沖縄変換をきっかけに同年から翌年にかけて農業用地下水の調査が行われ、1974年から地下ダムの開発に関する調査が始められた。1977年から翌年にかけて、ぐすくべ町みなふくに実験用の地下ダムであるみなふくダムが建設され様々なデータが集められた。 この結果をもとにして1980年から1983年にかけて様々な工法が検討されたが、当時は大震度工事に対応可能な工法がなく、建設は足踏み状態となっていた。1983年、福岡市地下鉄箱崎線の建設工事において、大川工法が大震度工事に対応できることが実証され、地下ダムの工事に採用されることになった。 1984年から1986年にかけて設計が行われ、1988年10月に国営都土地改良事業計画として工事が始まった。1990年2月から農用地整備公団が工事を受け継ぎ、1996年7月24日には手ダムの締め切り、1998年12月18日には、 福ダムの締め切りが行われ地下ダムが完成した。この事業により地下水による大規模な考えが可能となり、砂糖キビに加えて、タバコ、カボチャ、飼料作物などが栽培されるようになった。宮古島市グスクベ西東の住民らは、同集落の東側で中原地下ダムを建設している。河野池、平安座共同企業体の招きを受け2012年4月28日。 道ダムの建設現場を見学した。現場にそびえ立つ作工機は、キリン6等分の高さすなわち32メートルなどと説明。中原地下ダムの止水壁の計画延長は2350メートルで約300メートルがすでに完成。同期業態は149メートルを受け負っている。道ダムの計画有効貯水量は920万トン既存に計画2の 経営4ダムのうち最大規模。同ダムの水は、イラブと砂川の東山ファームポンドに送水される。地下ダム資料館2003年に、農村総合整備統合補助事業として2億円を、掛福里ダム近くに建設された施設。宮古島の地質や農業、地下ダムの模型、建設に使用した三軸オーガードリルなどが展示されている。入館料は一般300円。 宮古島上水道企業団編発行宮古島水道市 PP2481996 年沖縄県宮古市長総務観光振興課編平成20年3月宮古外観 PP39 沖縄県宮古市長宮古毎日新聞2012年4月29日記事資料館パンフレットありがとうございます